体が覚えててくれた。折り紙殺人鬼の家、ショーンの居場所が分かるものがあるはず。元警官だったのね。それなら捜査がどうやって行われるかも知っていたはず。焦げた匂いはここからしてたのね。証拠を焼き払ったの。警官の制服、そうやって安心させたのね。だから子供がついてったのよ。警官の格好をしてたから。ここで被害者の胸に残した卵を栽培していたのね。ショーン、あいつ、ショーンが溺れるのをずっと見てたのね。井戸かしら。雨が溜まってる。雨水でゆっくり殺してたのね。時間がないわ。井戸の場所が分かるものがあるはずよ。ああ、パスワードがいるんだわ。そうよ、マックス。ジョンが小さい頃に折り紙の犬につけた名前だわ。これ何かしら。住所、ショーンがいる場所に違いないわ。急いで、グズグズしてる場合じゃないわ。俺の秘密を知っちまったか。おしまいよ、スコット。息子を助ける父親を探すためだけに子供たちを殺したの。黙れ。お前に何がわかる。子供はあと一人。まだ間に合うかもしれないわ。ショーンを解放して父親ができなかったことをするの。そこへ入る。Yeah!
ショーンの居場所は分かった。イーサンに教えないと。